に配信しております。 TDST B イエーイ。はいはい、というわけで、はい、ございまして、はい、今日は企画が盛りだくさんということで、夏のそちらの方の説明をさせていただきます。はい、やりたいと思います。まずはデリンダンスの夏期講習。夏、ダンスは七色に輝く。キラッ。はい、次、はい、こちらファーストクラス。はい、こちらはオーディション式ダンスナンバー企画。はい、で、続いてこちら TDS カップ。はい、これはちょっと何ですかね。新企画なんですけども。新企画じゃないですか。はい、じゃあそちらの方の説明をさせていただきます。はい、聞いてください。はい、リリン、はい、こちらはですね、月曜日から日曜日まで各曜日で、バトルを行います。はいはい、はい、その、チャンピオン、各曜日のチャンピオン7名と、はい、TDS バトルポイントトータルポイントが1名、うん、1位の方1名の合計8名 が、はい、ファイナリストが出るわけですね。ファイナリストになりますので、はい、そちらの方、9月1日の、うん、TDS スイッチのというイベントで、決勝トーナメントを行います。ほう、はい、うん、でそちらで勝ち抜いた1名のみが、はい、こちらですね、そのよう同じ日にあります、TDS 最強ダンサーほう、はい、のインストラクターの中に混じってバトルを行うというね、トーナメントバトルに入れると、入れるというその枠がもらえると。そうなんです。そう、しかもそこからもしかしたら勝っちゃったら、勝っちゃったら優勝しちゃうかもしれないという、インストラクターに勝っちゃうかもしれないかもしれないこともあるかもしれないですよね。そうそうそう、その自分の力をちょっと試すにいい機会ではないかと、はい、ただですね、はい、平日は深夜となるので、はいはい、18歳以上のみの参加となります。なるほど、はい、で高校生は、まあ、不可なんですかね、はい、高校生不可です。高校生の方々は土曜か日曜日が、お昼間にありますので、そちらの方にご参加ください。チャンスがあるわけですね、はい、ということで、なるほど、はい、皆さんこれに楽しみ楽しみ、うん、はい、で、何、応募の方はもう6月1日から始まってますので、うん、エントリーが始まってるんですね、はい、事前エントリー受け付けてますので、はい、TDS の方にお問い合わせください。はい、はい、いつするの？今でしょ。